はい。大川市、大川市大竹中央かな、ここ。バス停がありますね。ちょっと私そこに車を動かさせてもらって、ええのかどうか。大川瀬大滝ですね。新規バスの駅やね。なんか工場のなんか駐車場あるんやけど、あれがね、大川瀬大滝です。ね。ちょっと道沿いでね、どないして降りてええのかちょっと分かれへんですね、これ。どっかあんのかな？ちょっと探してみまーす。あれ崖の山ね。車止めたとかな、変電設備みたいな。ここに何かちょっと細い道みたいなね。誰かが歩いたんでしょうか。よいしょ。ちょっと俺ね、ふらつきやすいからね。はい、ここからちょっと降りて、下に降りてからあれします。はい、はい、降りてきました。途中滑ったりして大変でしたけど、死に落ち着いて。どうだらけなの。はい、なんか通りようならみたいな感じやけど、ちょっとあれですね、さっき歩いてきた道あそこね、なんか適当にもっといい道があったらいいねんけど。よし、岩場も危ないね。ところどころちょっと水のあるとこあるからね、滑らんようにしてくださいね。まあ水はちょっとよどんどるね。いうことはこれは純粋にすぐ山から出た湧き水が滝になってるわけじゃないっていうことだよね、これ。はい、川へね、川から流れてきた、その川で流れてる間にいろんなものがね、まあ、泥になったり、まあ、微生物であれしたりして、ちょっとよどんでるって。ああ、ふらふらや。ちょっと下まで行ってみますね。ちょっと止めます。はい。こういう感じですね。この辺からね、来れたらええんやけどな。ガードレールがあるから赤くてもね。はい。これね。まあ高さとかはそんなにない。水はちょっとよどんでるっていう感じでね。まあ私の理想とはちょっと遠い滝やけど、まあ一度は見に来てもいいかなって感じね。はい、上行ってみましょうか。
はい、そんな感じでね、また皆さん目指してくださいね。ちょっと不安定な足場でご挨拶します。こんなとこですね。はい、またチャンネル登録ね、高評価ボタンよろしければお願いできればと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。